京阪70型電車は、かつて京阪電気鉄道の京神線で使用されていた電車である。もともと1940年に無害貨車3101.02を大津専用固定クロスシート付けオープンカーに改造し、その県民車となる予定であった車両である。100型の車体を50型に準じた新生車体に乗せ替えたもので、 70から79の重量が製造された。選曲を鑑みて、資材、資金を節減した改造車であったが、車体長は50型よりも1メートル長く、車体幅も同形式と比較して10ミリメートル広い。1943年4月に森口工場で75が竣工し、続いて同年12月に73が竣工した。 残る8両は、戦時下の資材不足により、反抗性車体が製造されたのみで完成できず、戦後の1948年に、東洋機械工業の子会社で、同社滋賀事業場内に所在していたが現存しない、により竣工した。しかし、同年10月30日、京神線、ケアゲク上山間にて発生した浜大津駅電車の、 ボール外れを発端とする交代レー衝突事故により72が損傷し、東洋機械工業へ再入場した。さらに、1949年8月7日に発生した京神線、四宮車庫の火災により72を除く給料が被災し、翌1950年1月31日付で廃車された。72は火災発生当時、前述した事故による 復旧のため東洋機械工業で修理中だった。おかげで偶然にも難を逃れたのであった。残った72は1967年まで軽神線で使用され、80型の増備によって車席からは抹消されたが、森口工場の牽引員として使用することになり、1968年に連結機取り付けと終電装置のトロリーポールパンタグラフへの交換。 外部色を茶色、正面形改色にした。1970年には外部色の茶色を二リットブルーに変更している。森口工場から寝屋川車両基地への移転後も校内入れ会社として使用され、運転席の脇の扉とステップなど木造部品が残っている。この移転後の1983年に以下の改修を受けている。 我が家ネヤ川号の愛称が付けられた72号車名を台車と主電動機は元をたどると、京阪創業当時の一型のもので、1910年の製造から100年以上にわたり、現役で使用されていることになる。2014年9月、ネ、ね、ヤ川車両基地で進められていた60型修復プロジェクトにおいて、校内で60型を牽引することが発表され、我が家ネヤ川号という愛称が、 新たに付された。車七72を復元し、側窓を描いた板を設置して、上半クリーム、下半ライトブルーに塗装変更している。2014年11月9日のビワ子号復活記念乗車会では、事前の告知通りに、寝屋川車両基地構内で60型電車を牽引、推進した。ただし、車体すべてが現役当時の仕様で復元されたものではない。 ありがとうございます。